2月2日横浜市青葉区にある寺家ふるさと村四季の家で味噌作り教室が行われました。寺家ふるさと村では年間を通して料理教室や自然観察会などが行われていて、中でも味噌作り教室は毎年参加する人も多い人気のイベントです。今回の味噌は国産大豆とこだわりのお米から作った生麹、そしてうまみの強い岩塩を使用して作ります。参加者は寺家ふるさと村女性部の先生に教わりながら、およそ2時間の味噌作りを体験しました。樽詰めをした味噌は風通しの良い日陰の場所でカビなどを取りながら熟成させると、今年の10月頃から良い香りがし始めるとのことです。今年4回目なんですけども、毎年美味しいお味噌いただけてとっても幸せです。余計なものっていうのは一切入ってないので安心して食べれますよね。お友達なんかにちょっとお裾分けしてる方が多くて、作ってみたいって言ってだんだん広がっていったりもしてますよね。味噌作り教室は11月ぐらいから3月の頭ぐらいまで行ってますので、興味のある方、作ってみたい方はぜひお越しください。お越しください。